今回は、ジョジョ史上最強の能力と戦わされたディアボロは運が悪すぎたと思う、に対する読者の反応集について紹介していきます。それでは早速どうぞ。悪いのは運じゃなくて素行だし。あそこでああしておけば、勘があまりない罪状態。遡るとしたらブチャラティからのトリッシュ引き渡しの際の余計なボスアピールあたりかな。ぶっちゃけ変にブチャを刺激しなければ普通に受け渡し成功してたよね。エレベーターでブチャラティの前でトリッシュかどわかったのはどう考えても握手だよな。慎重さがあそこにはない。だってそこに不安の元があったから、ブチャラティも幹部にしたら許してくれるかなって。逆だよ、絶対に顔見せたくないのに塔の上で受け渡しなんて逃げ場ないのにやるわけない。時飛ばしは相手がエレベーターで上に向かってる途中、吹っ飛ばしたらブチャはそのまま上に行く、しかない。問題なのはブチャの心情を読めなかった、ジョルノにほだされたに気づかなかった、こと。わざわざブチャラテの目の前でトリッシュ攻撃したのは、よし一丁ビビらせて忠誠心強くしてやろう、とか思ったんだろうか。ソルベの輪切りの剣にしろ、今まで恐怖を植え付けて支配する流れが鉄板だったからな。あれ、なんかブチャラテのやつすごいキレて裏切り出してる。ドッピオで娘受け取るんじゃダメだったのかな。ドッピオが組織で重要な役割持ってるんだって思われるだけでも嫌なのかな。なんか似てるな。ってなる可能性もあるし、直接始末するしかない。わざわざ腕残していったし。俺は今からお前じゃ理解できないような力で娘ぶっ殺すけど文句言うなよ。って見せしめもあるだろうし。極限まで遡ると薬に手を出したのが悪い。チョコラータを利用しようとして買ってたのも悪い。トリッシュの精神に取り付いてるのがバレた時、問答無用で皆倒してれば勝ってたかな。矢の争奪戦が全てだったんだな。争奪戦に付き合わず殺し合いにしてればよかった。ポルポル君とブチャラテをちゃんと殺さなかったのが悪い。どっちも確定で死んでるやつでしたよね。ボルナレフとブチャラテはバラバラにして崖下に落としたり腹をぶち抜いても、石の下からミミズのように這い出してくる案件すぎる。ポルポル君は頭割れて脇腹えぐれて、獅子も一部飛んで崖下へ落ちたのに生きてる異常な生命力が悪い。ブチャラテは動く死体になるのが悪い。能力が巻き戻されてることを企画できたのも、予知能力があるボスだからこそ。他の相手がゴールドエクスペリエンスレクイエム使われたら何が起きたかもわからずいきなり近づかれて殴られたように感じる説を聞いた。真実に到達できないってのはプログラム上ブルーの値だからできたコマンドがフォルスになってキャンセルされるようなもんかな。あれ？なんでできないの？って不思議に思ってたらいきなり殴り殺されるんだ。死ねないけどな。運命をねじ曲げる能力を持ったラスボスがより上位の運命改変能力に負けるのは皮肉ではある。帝王の誇りを捨ててキンクリで時間飛ばしながらガン逃げしても無理？ゴールドエクスペリエンスレクイエム発言前にジョルノでも感知できないくらい遠くに逃げちゃえばなんとかなったかもしれない。矢を拾われた時点でもう終わってたかもしれないけど。でもボスのスタンドの性能もかなり頭おかしいよ。頭おかしすぎるからレクイエムとか出されてボコられたんだけど。未来予知&時飛ばしがインチキすぎて、初めから規格外の能力に叩き潰されること前提であの強さにしたんじゃないかとさえ思える。過程を飛ばして結果を得る、能力の杖に、絶対に結果に至らない、能力をぶつけたんだし、そんな突飛なもんでもないと思う。アバッキオの回想の時点で過程と結末の問題を提示してたしある程度考えてたと思う。終わり方にパターンを作りたかったようにも思える。普通に倒すんじゃなくて。レクイエムなしのジョルのパーティだとボス倒すのどうやっても無理なのかな。その状況ってチャリオッツレクイエムから矢の奪還できてないってことだし、前提から積んでる。未来予知と都合悪い未来のスキップだからマジで無敵なんだよね。だからより上のチートで処理された。ここまでやらないと、完全に使いこなされたキンクリ倒す方法とかほぼ存在しないからな。不意打ち暗殺とかナメクしてる間に殺すとかいまいちな手段しかない。キンクリもゴールドエクスペリエンスレクイエムも相手に都合の良い展開をキャンセルして、自分に都合の良い運命に改変する能力なのは共通してるけど、ゴールドエクスペリエンスレクイエムは矢のパワーで後押ししてるから単純にエネルギー総量が桁外れなんだろうな。ギャングの親玉やってたのが悪い。満身はジョジョボスの春みたいなところあるしな。元の能力では叶わなかったってことだから、そこは評価されてもいいのかもな。最強能力でないと倒せない能力なのが悪い。主人公が新たな力に目覚めて圧勝する。って展開、少年漫画のお約束って感じだけど、ジョジョでは少ないから印象深い。遺体を手にしたジャイロとかも好き。割と多くね。
波紋パワー継承とか時止め入門とか圧勝とまではいかないけど、ラスボス戦に限っても、3部で時間停止、5部でレクイエム、8部で5ビヨンド、と結構ある気がする。7部は大統領をラスボスと見るならアクト4あるし、6部もエンポリオがウェザーで倒したし。とはいえ、3部の時間停止入門はすぐにディオに逆転され、その後も目まぐるしく攻守が入れ替わるし、6部の勝利も純粋酸素の罠にクッチェ神父がハマるまでは圧倒的にエンポリオに不利な状況。7部の大統領との一騎打ちも大統領の交渉の巧みさもあってかなりギリギリの勝利だったから、真に主人公の圧勝で終わったのって5部のボス戦くらいな気もする。とは言っても5部の野争奪戦は壮絶だったし、仲間たちが文字通り命を懸けてジョルノに受け継がせた力だったからこそ、ボスを圧倒するシーンに見応えがあったと思う。あそこまでやってもボスがしぶとかったり、ゴールドエクスペリエンスレクイエムが苦戦するような状況だったら、爽快感なく帰ってだらけそうな気がする。ディアボロ、あの時ポルナレフが死んでいるか確認しなかったばっかりに。ボスは悪くねえよ、何あの不死身の化け物。無意識に甲冑をヒットの瞬間にパージしてダメージを相殺して生き延びていた。というのが最近の Y の脳内設定や、実はスピードアップはあくまでも副次的な効果に過ぎず、ダメージコントロールこそがアーマーオフの真の効果であり、シルバーチャリオッツのスタンド効果だったんだよ。ブグのダメージは無効ってだけで他のスタンドより守備に優れてはいるよね。明確に、武器と防具を装備している、ってスタンドは珍しいよね。ブチャがなかなか死ななかったのはローリングストーンを壊して運命が変わったからって理由があったけど、ポルポル君は特に何かしたわけじゃなく、最初からあの運命だったってのがすごいわ。腕足切断、腹に大穴、頭割った、崖から岩に叩きつけた、よし、生きてました。ボス、はてな。修正されて継承、原作詞、になったアニメ版でも四肢欠損プラス崖から落とし岩に叩きつける。プラス周囲に人気のない海に長時間放置のコンボ食らって生還してるからね。どう見ても死んでるだろな状態のポルナレフ。火山の噴火で上空に吹っ飛ばされたジョセフ。イタリアの海には謎の治癒能力が備わってるのではなかろうか。誰かが、どのくらいの高さまでにジョセフは吹っ飛んだんやろなぁ、と調べてみたら、人工衛星クラスの上空まで行ってたことに気づいた検証動画作っててわろた。野争奪戦、において敗北した罰というか、決着後のとどめみたいなものだから。争奪戦に負けたというか、矢に選ばれなかったんだからもうどうしようもねえよな。GE に刺す、一旦落ちる、自分に刺す、そのまま GE に戻るの流れじゃなかったっけ？先に刺したのは GE だからそっち優先だっただけかも。そういやスタンド使いは大勢いたけど、一般的なスナイパーとかはいなかったのかな。むしろ矢でタダで増やせるスタンドに慢心してそっち方面のプロを囲ってこなかった気もするけど。いるんじゃない？でも暗殺チーム相手の防衛戦でブチャラティの場所バレたらダメなのにスナイパーを応援に送るわけないし、ブチャラティを追うことを決めてからラストまで時間ほとんどないし、ましてやボス自ら行くなら余計な人員呼べないし、作中でスナイパーを出すタイミングはなかったかな。メタ的にスタンドで勝てないからレクイエムになったと思うと、やっぱすごいキングクリムゾン。ゲームじゃレクイエムもワールドオーバーヘブンに敗れたりしたらしいけど。極論、ボス倒すだけなら、1、二重人格の謎を解く、2、広範囲に持続時間の長い致死性攻撃をばらまく。でも不可能じゃないし、それこそ城太郎ならポルナレフから血の雫カウンター伝授されたら雫増えた瞬間に時止めで勝てる。けどあの場でジョルノが倒すためにはレクイエム化するしかなかったので。極論そういう流れの場を作ってしまった自業自得というかボスも運命の奴隷だったとしか。